ということで第3回目です。最近暑いんですよ。世間話みたいになっちゃったけど本当に最近暑くないですか？皆さんぐったりしていませんか？元気ですか？はい、ということで私ね、夏バテちょっと気味なんですよね。で、夏バテなんだけどちょっと太るっていう意味わかんなくないですか？夏バテだと普通痩せるんですよね。ちょっと食べれなくてとか。私もそんなね、すごいバカ食いはしてないんですけど、なぜか太ってるんですよ。太ってきてるというかだからもう大変ですってコメント欄にちょくちょく見られる、ふっくらしたっていう心配コメントがいただいておりまして、おー、皆さんよく見ていらっしゃると思いましてまあ夏で自然に痩せることを願いたいんだけど、そうもいかないのよね。ということで、でもまあ今回はダイエットとはもう敵という感じのアイスのお話をしたいかなと思いまして、夏といえばアイスですから美味しいよね。で、コンビニで売ってるアイスのお話をしようと思います。私のおすすめはですね、白クマかな。白クマのあのデラックスバージョンみたいなのあるじゃないですか。あのイチゴとかマンゴーが乗ってるやつ、あれすごい美味しくないですか？ちょっと大きめで大好き。あれはね、上にクリーミーなアイスクリームが乗ってたり、下は普通の白クマのなんていうのかき氷なんですけど、上にマンゴーとかイチゴ冷凍のね乗ってて、もうすごいあれ美味しいんですよね。食べたことありますか？ある方は共感していただけるのではないかな。あれ美味しいもんね。あとはね、そう、白クマもかき氷なんだけど、ティラミス氷って知ってますか？ティラミス氷ね、一回食べてみたくて、食べたことある方いるかな？なんか美味しいって聞くんだけど、なかなか出会えなくって食べれないんですよね。なので、ティラミス氷の感想とかも教えていただけると嬉しいです。あと、他のアイスのおすすめも教えてください。はい、ということで、アイス美味しいけど、食べ過ぎに注意してくださいね。アイスあんま食べ過ぎるとお腹壊しちゃうから。それでは次のコーナー行きましょうか。題して、あるあるのコメント返し&勝手に質問返ししちゃうよーです。イエーイ。ということで、どんどん質問に勝手に答えていこうと思います。はい、では行きますよ。ラジオネーム石井あきさん。ハウスのバーモントカレーは私もです。それも甘口です。同じだ。隠し味ではないですがトマト入れます。おー、あのね、前のラジオでカレーのお話をしたんですけど、それについて隠し味とかを教えていただくコメントが多くて、だからもし、まだ聞いてないよみたいな方はぜひ聞いてくれると嬉しいです。ラジオネーム野党 Y さん。自分はカレーにタバスコ入れまくってましたいいね、ジャンクだね。ラジオネーム三浦井上さん。うん、そうね、隠し味はインスタントコーヒーとソース。へー、あ、コーヒーはでもよく聞きますね。ソースは聞いたことないな。濃厚にやっぱなりそうですね。深みが出そう、味に。ラジオネーム6 69、あ、その後読めない、ごめんなさいね、さんからです。隠し味はやめたんですね。でもあえて言うと八丁味噌、おそらくですが地元味噌がいいんでしょうね。へー、なにこれ、聞いたことない。味噌なの？味噌を入れるの？へー、八丁味噌、地元味噌がいいんでしょうねって書いてあるから、やっぱ自分で食べ慣れた味噌がいいのかもしれないですね。面白い。私はね、お母さんが毎年味噌をつけるんですよ。だからそのお味噌でが一番食べ慣れてるから、それで作ってみますね。面白いな。ラジオネーム筋肉だるまさん。隠し味にはマスタードとピーナッツバターを使います。マスタードの酸味とナッツのコクがプラスされて美味しい。へー、マスタード？なんかね、ピーナッツバターはなんとなくナッツのコクってね、わかる気がしません？だけどマスタードってわからないな。やってみよう。ラジオネームパンダ三四郎さん。ツイッターやってますか？今度質問コーナーやってください。お、ツイッターやってますよ。春、ローマ字で春でしょ？で、アンは ANNE です。E がつくんですよ、アンに。で、にゃんにゃんです。あの、22ね。で、今度、質問コーナーやってください。おー、来たか、とうとう来たか。とうとう来たか、質問コーナー。いや、なんか YouTube のね、YouTuber の方ってみんな質問コーナーやられてるじゃないですか。でもさ、考えてみてくださいよ。質問来ない
ぐらい寂しいことってなくないですか？いや、こんなにねコメントいただいてるからちょっとくれるかななんて期待は しちゃってるんですけど、なかなかこう質問が来なかったらどうしようっていう不安がねあるんですよ。だからなかなか一歩踏み出せない。皆さんたくさんのコメント誠に誠にありがとうございました。全部読んでますから厳選してお届けしましたが、とっても嬉しいです。これからもコメントよろしくお願いします。はい、それではこんな感じです。皆様では素敵な1週間を。それではまたねー。